女子ゴルフの渋野日向子が31日に開幕する国内開催の米ツアートゥートゥージャパンクラシックを前に不安要素を口にしたプロアマ戦などで最終調整を行った30日に公式会見に臨んだ渋野は8月以来今季2試合目の国内参戦に向けて米ツアーの選手として日本に帰ってこれたことはすごく嬉しいこと 米ツアーの選手として結果を出せてない試合ではあるので、しっかり出せたらと思うと意気込みを語った。ただ、3週前のビュイック全米女子プロゴルフ協会以来の試合、出場予定で現地入りした2週前の BMW 選手権は体調不良で欠場していた。体調については、徐々によくなっている。戦える状態と話す一方で、ゴルフは決して良いとは言えない。 すごく不安は多いけどやっぱり日本でできる喜びをかみしめながら4日間できたらとコメントしたさらに得意なコースではないとも不利な条件を跳ねのけて上位進出なるかトースポウェブ